ユダヤ哲学とは、ユダヤ人とユダヤ教によって行われたすべての哲学的活動を意味する。ユダヤ哲学は、ユダヤ教の成立からユダヤの解放まで一貫して、ラビ的ユダヤ教の伝統の中で、新しい思想を取り入れる試みであった。つまり、ユダヤ特有の学問体系と世界観において、必ずしもユダヤ思想と相入れない信仰の思想を体系づける試みであった。 シュテットル生活において、非宗教的教育を受けたユダヤ人は、現代的要求との出会いによって、常に新しい思想を受容し、また自ら開発した。東欧のユダヤ人におけるシュテットル生活の終了は経験なユダヤ教徒の思想へのあり方を改めることになった。アラブ出身のユダヤ人についても同様であった。そのいくつかの共同体は、正当性の有無に関わらず、 非宗教的教育を認めなかった。他の共同体においては非ユダヤ教的哲学、音楽、芸術、文学そして倫理を学ぶことは奨励された。しかし普遍的事実とは認められなかった。タルムード編集者はアブラハムはメルキゼデクから学び、その哲学を伝えたと主張している。このため、セーフェルイエチラーの著者をアブラハムであるとする場合もある。 タルムードはアブラハムが世界を神の計画のもとにある、神の光と共にある家とし、創造主と監督者を持っていると理解した経緯を描いている。多くの学者がメルキゼデクがアブラハムの思想に影響を与えていると認めている。しかしその範囲とセフェルイエツラーの起源についてはなお、議論がある。詩篇はアブラハムの言葉を通して神の知恵を愛することへと招待している。 この事実により一部の学者はユダヤ教には哲学的基礎が存在していると示唆している。アレクサンドリアのフィロン・フィロンはギリシャ哲学とユダヤ教をユダヤ釈義学とストア哲学による比喩的解釈によって融合し調和しようとした。フィロンはユダヤ教の真理の保護と弁明のためにその哲学を生み出した。これらの真理は確固としたものであり。 確定したものであると彼は認めていた。この中で哲学は真理への援助として用いられ、これに至る手段として用いられた。このためフィロンはギリシャ哲学を選別した。つまりアリストテレスの世界の永遠性、不滅性などのユダヤ教と一致しない思想を排除した。ベルナルド・レベル博士は10世紀の辛い派の著作を伝える辛いハラ派についての論文の中で、 ヤコブ・キルキサにによるフィロンの引用を通し、カライ派の発展の中で、フィロンの著作が、どのように用いられていたのかを論じている。フィロンの著作は、中世のキリスト教神学者にとって、重要になった。彼らは、ユダヤ教には、信仰が存在すると中世ヨーロッパにあって主張する、カライ派の著作に信用を与えた。しかし、技術名への信用であり、偽りのものであるとした。 紀元70年の第二神殿崩壊とともに、ユダヤ人社会は混乱した。ディアスポラユダヤ人の指導者たちは、パルティアの都市、ネヘルデアに避難した。国内の戦争は、ユダヤ人社会を分断し、ローマによる、ジェノサイド、奴隷化、エルサレムからの追放は、ユダヤ人社会とそのリーダーたちへの残酷な一撃となった。ラビ・ヨハナンベンイコール雑会は、卒のない作戦により、 サンヘドリンを守り、ヤブネへと移転させた。その後まもなくヤブネの宗教会議は、ラビユダヤ教の保護、聖典の編纂、教義の改正に応じた。詳細は、ユダヤ人歴史及び、古代イスラエルユダヤ戦争を参照。ありがとうございます。